京江線は中華人民共和国北京市東場区の北京駅と国立交渉ハルビン市、南三陰区のハルビン駅を結ぶ中国鉄路走行師の鉄道路線である。北京市と国立交渉ハルビン市を連絡する全長 1249km の路線。北京新港島は京新線と新陽北ハルビンは高大線との重複区間となっている。 中国国鉄の主要幹線である八縦八横の一つ。100年以上の歴史を持つ宮殿風の創上歩、駅系行線は1881年6月に中国人が初めて建設を開始した鉄道路線、当初線を東西へそれぞれ延長し完成した。1901年に北京西洋門まで、1911年に新陽総駅まで開通した。 広大線との重複区間は、東西鉄道を参考にした。開業後、北京新洋館はかつて京笹具線と呼ばれていたが、1932年の満州国成立に伴い北京山海館館を北安市線、山海館新洋館を宝山線と改められた後、日本の廃線後、北安市線と宝山線は再統一され、名称が京新線に改められた。 近年になって所要時間短縮のため、天津経由から麻ミ修区経由へ変更されている。2012年の新港等駅の改築と同時に、北海河駅、流海駅間を改め線し、改め線区間中の南大寺駅西側、新港等駅間は津波多旅客専用線と並行するルートになった。ありがとうございます。